はい、皆さんこんにちは、もっちゃんです。今回はですね、まぁ、ちょっとした話なんですけども、11月の16日ですね、今日水曜日、12時58分、夜中でございます。なのでちょっと、みんなね、寝静まってますし、静かにやりたいと思います。はい、ということで今回はスクフェスのお話になります。そしてスクフェスなのにゲーム画面じゃないと、いうことは、私ですね、再び、やらかしました。すいません。申し訳ない。申し訳ないです。はい。何回目だろうね、こういう動画作るの。もうちょっと3回目ぐらいか。はい。になるんですけども、引いちゃったんですよ。うん。背景にピントが持ってかれてますけども、ちょっとね、やってしまいました。はい。要は引いたんですよ。今さっき。うん。で、結果的に言うと、出たということで、ちょっとね、スマホも今、充電中なんであれなんですけども、いきますよ。もう早速いきますよ。せーの、ドン。アップできるかな。はい、ピントが合いましたね。ということで、端っこにご注目ください。こっちは右上かな。はい、チカちゃんが当たりました。ちょっとね、パチパチできないけど、当たりました。画面動いてますからね。これ僕の、端末ですよ。はい、ということで、もうね、なんかね、すごいスピリチュアルなんですけど、なんかね、あ、今、来そうっていう時があるんですよ。で、まあ、それ毎回当たってるわけじゃないんですけど、今回もその、あ、なんか、来そうだっていう時に引いたら、チカちゃんが来ました。はい。そして、ひっそりと左端にいるダイヤさんということで、ダイヤさんも当たりました。ありがとうございます。他は、レアかな？あ、チカちゃんのエスレアも当たってる。パン食べてるやつ。あ、これも2枚目か。覚醒できますね。はい。ということで、チカちゃんがね、当たりましたよ。ありがとうございます。これでチカちゃんはですね、初ウルトラレアと、なります。で、リコちゃん前回、前半で当たりましたから、コンプね、チアガール編はウルトラレアコンプ。本当に、録画してません。すいません。で、1回目引いた動画は、まだ多分、あ、これ、この動画が出てる時は公開してるんですけど、今この撮影してる段階では、アップ前なので、ちょっともう完成はしているので、この動画別になっちゃってますが、ご報告ということで一応させていただきます。はい。ということで、またしても、ふと引いたらですね、目玉の、僕がまあ狙ってたウルトラレアチカちゃんが出てしまったというお話でございました。はい。ということでですね、今回は報告動画でございました。今回も最後までご視聴ありがとうございました。